こんにちは、塩澤真子です。ギミニックボールを使ってお腹周りを引き締めるエクササイズです。まずそのまま体育座りをします。ボールを膝の間に挟みますね。手はお尻の横、そして仰向けになります。手の位置なんですが、足の付け根に置いていただいてもいいですし、そのまま体を上げると首が痛い方は頭の後ろに手を回していただいても、どちらでも大丈夫です。このまま大丈夫な方は手のひらをそのまま上まで、膝まで太ももの上を滑らせて上がっていきますね。こういう感じです。で、足がどうしても浮いてしまわれる方は、ご自宅のソファーの下とか、あとは何かこう足を挟めるところに、足を挟んでいただくといいかと思います。では行きます。息を吸って吐きながら膝まで上がります。吐いて吸って、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 吐いて、吸って、吐いて。次10回目です。吸って、吐きながら上まで上がって、少しそこで止まります。もう限界かなと思うところまで止めていただいたら、ゆっくりと体を下ろして、はい、リラックスします。以上です。